器用って言ってたなんで自分で不器用めちゃ顔怒ってますよ嫌いですもんね。いやもうそれいや違うってそういうキャラで来ちまったのよ。すごいなんかそう寺岸容疑者みたいな感じでしべえてそんなお疲れ様です。お疲れー。はいジェイ。お疲れ様です。待ってましたって笑顔ですね。待ってねえな。待ってねえ待ってねえ。うれしそう。面白いだろ。面白い嘘つくだろ。嘘つくだろ。だから視聴者とか気になっとる。そうめっちゃ来ます。ラブちゃんの真相はって。最後の動画どんなんだった。最後の動画は電話してどうすんだみたいな。それで終わってる。あれから考えるって言って。で3日後か電話来てやっぱり予想使用してくるって言って、うん、あ予想使用してくる、うん、あじゃあちょっと2、3日考えてまた寺岸と喋れよって言って終わってる。あ俺が喋ったんだ。そうラブちゃんってね一回動画出てると思うんだけど、最初の方はもう本当しっかり朝も自分より早く来て値段も広げて待ってた、うん、準備しとった、うん、待って準備しとったんですけど、うん、だんだん来るのおっせえし、はいうん、あ、おつれどうしたん。やめるんか。やめるのはやめるで別にいいんですけど。やめないっす。でもやる気はあるの。はい、うん、だけどお前もう愛想も尽きちゃうぞ多分。寺岸も俺は分からんけど。井村さんと話題になったねなりましたよね。寺岸さんめっちゃ言っとったわで、なんか寺岸さんはラブ注入したんかとか言ってみて。ラブ注入したそれはないだろう。さすがに親方のお前若い衆に捕まってまうこれだって俺これなんで そんなあれ私今19歳になったんです。あーすごい19歳だだってこれ完全にこれ気づいたら逮捕されてるかもしれない気づいたら逮捕されてる寺岸容疑者になったらかもしれない寺岸容疑者そんな親方が小型に手出したって言ってお前もうそのまま 2,3 日後にやっぱじゃあやめますよそで修行してきますみたいな。あそうそうそうよそで修行して。で覚えたらまた戻ってきたいってまたあの戻ってきていいですかってまあそれはいいよ自由だね。だからそれから次はあの2、3日研修で来いって。ああまあそうだね。本当にどこまで育てるかできるか。そう。仕事結構できたの。なんかあんまできんって言ってた。あ仕事はあのなんか言うこと聞かんしょだなお前のこと。言うこと聞かんすね。そう。言うこと聞かんすね。そう。だから覚えが悪いっていうか。怠慢で覚えないのか。一生懸命やってるけどできないのか。やってる時は一生懸命やってるんですよ。途中でサボるんですよね。携帯見たりとか足場の上でポケーって座ってこれ何やっとるって言って、うん、あーって言って、あ見られてないと思って見られてないと思って。あそういうこと。あ携帯とかもね。そうそうそう。女の子でそういうのってあんまりないけどな。女の子が真面目じゃない。男ってそういうのありがちだけど、まあ10代の男はたまにそうですね。意外と真面目にやる子ばっかでしたけど、ね、だよな。女性の塗装って結構多いし、そうとまた細かい作業だけど、女向いてるしな。うん、向いてるんですけど、器用にできるから、女の人には。登壇とかあれはちょっと大学者やってる。不器用って言っとったでね、自分で。そう、自分で不器用。めちゃ顔怒ってますよ。もう若い人いるの？もう一人おれば、3人で、もう一回現場同時に回して、こっちの方が、の方が、全然違うの。全然違う。同時に回せれば、そうだよな。同時に今回せない。そうそう、結局、どれぐらいだとか募集してないの？募集は別にしてないですね。逆に受けてやってくれてみようか。今のおっしゃった。あ、でもいいですけど、まあ。一緒に受けてやってこう、ちょっと。受けてくれて、また交代で忙しい時そっち帰ったり、あっち帰ったり。あ、どっちかな、ついてるんじゃないですけど。2人ぐらいなんか来る予定だったんですけど、飛んだり、ね。なんで来る前に飛んだ。あ、ない。できる方がいいだろ。できる方がいいだろ。まあ、わりかしできる方が一人で置いていけるんですけど。あ2人現場回せりゃいいかな。そう、2人現場回せればだいぶ違うんですけど、うん、ただちょっと特定の特定技能塗装はないもんで、その間にできれば特定技能が、うん、今実習生事業もやっててね、あの3年2年で5年間をやるんですけど、実習生であと特定技能っていうね、足場とか特定業種だわ。特定業種はもう、まあ、さらに5年10年をやるかな。マックス15年あの実習生事業をまあ、俺は理事長で副理事の人がまあほとんど主になってやってるから、まあ、あれですけど、そこも多分まあちょこちょこ概要欄貼ってあるので、はい、またそっちの方も興味あればぜひ、まあ、組合会費を取るので、まあ、収益じゃないけど、まあ、運営費を取らないので1人2万5千か3万ぐらい取るのかな確か。
100人ぐらいになってくるとちょっと利益出るよな。まあ、利益って言ったらな、まあ、それだでもあれって組合事業って利益出したらな、全部使ってからかなっていうか、組合じゃん、会社じゃないから、ね、営利目的じゃないから。そうか、ラブちゃんもおらんし、まあ、全然知っとったんだけど、まあ、あれこの辺視聴者よく書かれるもんね、まあ、動画にした方がいいなと思って、最近ずっとまだ結構来る、たまに来ますね。ラブちゃんどうなんだろう、何度も言ってたよな。そう、わざわざその動画に対してまた来るですね、前上げた動画を今見て、今それにコメントしてくる。どう、じゃあ募集とさらなる寺岸組の繁栄、まあ、多分僕ぐらいしか多分それやらんと、他の人やらない、人育てていくといいんだよな。そうそうそう、若いの育てるやん、体が怖くなってくるやな、そうするとまあ楽できるよな、自分は楽できるやん、やっぱ重なってこう回した方が楽じゃん。あ、そうそう、最後順チェックしがいいんだけど、ね、そうそう、要は体力必要、その技術があるとかいろいろあるじゃん、技術はあんまりないけどスピードがいいとかで、逆に屋根の勾配強くてずっと中腰で切半やのがあったら、もう体力、体力ないと自由だけど、もう技術が1でいいとか、いろんな作業があるじゃん、そういうのを分けてやっていけるってな、まあ、そうです。結局日当が高い人たちが全部やっていったら、上手にそこをやっぱ回してからな、下塗りのローラーは若い子にやらして、ハケは親方がやるとか、分けていけるやん、それが大事なことだろうな、仕事、まあ、経営でもそうだな、俺が全部塗装塗って、まあ、究極俺が全部足場組んでシーリングやって塗装して営業もやってって言ったら、回っていかないから職人が通る全部やっ、自分が営業に集中するだけど、営業をやっとったら経営のことができなくなってきとったら営業をやっとる、で任せて自分は違うことをやる、で、まあ、YouTube もそうだよね、こうやってカメラマンとかやっとる、車の中で後ろでずっと寝とる。ほんまそうだ。寝とる。寝とる。その分夜遊べる。楽しい。楽しい。人生、人生ハッピーですよ。たまに外国人に襲われる。たまに、もう本当に襲われる。襲われたねとか言って。まあ、ね、ちょっとあのね、またちょうど外国人の動画上がったよ。今日上がったんだけど。あれ、動画それがね、すごい反響で、ぜひちゃんね。あともうライブも結構ちょこちょこやるんだよな、この間もな。そうですね。だからチャンネル登録してもライブとか出てくるじゃん。出てくる、出てくる。あ、一番上にポーンって上がるじゃん、道見た時に。ツイッチまでやると、ツイッチが来ると思うけど、ツイッチオフでも、やっぱ見た時にライブとかやってるのが分かんないから、プレミアム公開とかさ、ライブとか、ああいうのちょっといろいろやっていこうかなと思ってるので、ぜひチャンネル登録してくれると、まあ、そういうのが出てくるでね。うん、まあ、チャンネル登録自体はただなんで。ただ一応もうすぐ20万人、あと1万人、あ、なかなか伸び率なくなってくる、1万人集めてきてください、寺口さん、1万人集めてるよ、え、お前の息のかかった1万人集めてるよ、だから結構見えとるっすよ、みんな、俺結構飲み屋の女の子チャンネル登録して飲み屋シャンパン下ろしてあるチャンネル登録してお願いします、寺口さんもマジで、うん、お願いします、まだぜひ募集もな、あ、うん、寺岸の募集と、まあ、チャンネル登録もあれですけど、寺岸自身も、まあ、YouTube 結構面白いけど、俺がおるとつまんないですけど、これは。いや、違う、そうですね、だ嫌いですもんね。いや、もうそれ、いや、ちゃうて、そういうキャラで来ちまったのに。嫌い？嫌いじゃないですよ。だって、社長がいないとき、めちゃくちゃテンション高いね。めちゃテンション高いよな。ピースとかしてくれるんだろうな。来たら、なんで来たみたいな顔したね。いや、なんだ、社長の動画のときだよ。マジでやばかったじゃん。あ、社長逃げてたじゃないですか。めちゃめちゃ楽しそうにってことだよ、お前。そうです、私たちいじめるだけいじめて。あれ違うで、リリーちゃんが走ったりだって。私たちの方に向けて、なんかシューって出てくるから、ハチバーンって来るじゃん。楽しそうにやってるね、お前。めちゃくちゃ楽しそうですね。はい、じゃあぜひチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。